吉祥ことおついのぞみです。はい、今回はですね、前に上がった動画で車でずっと運転しながら一人で喋るみたいな、買い物行ってくるから喋るねみたいな動画をアップしたと思うんですけど、そこの後の動画になります。購入品から撮影していこうかなと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻ちゃんねる。よいしょ。動画内でも前にね話してたと思うんですけど、その日ドンキホーテに行きまして、その日というか今日ですね、ドンキに行きまして、ドンキで買ってきたものを紹介していこうかなと思います。もうざっといっちゃうね。これがやばいから先にいっちゃう。まずはパピコ。やばい。ちなみにあの時めちゃめちゃボソボソでマジでやばかったと思うんですけど、帰ってきてからもうちゃちゃっと結びました。前髪やって結んだだけ。これは島村とアンジュシャルムのコラボのパチってするやつつけてます。ちゃちゃっとねやりました。上からいきます。食パンです。6枚切りの食パン。これは私が好きな黒糖ロール、グルテンフリー目指しますなんて言って、ちょっとめっちゃパン食べてるんですけど、気持ちは気をつけてるけど、パンは好きなので。米粉のパンってなかなかないじゃん。いろいろ矛盾してるんですけど、温かい目で見てください。これもやばい。コアが好きなアンパンマンポテトですね。見て、美味しそうじゃない。カラムーチョのチキチキボーン。どれ今トースターでいけるよ。何本食べる。知らない。チキチキボーンのは食べたことないか。ママがちっちゃい時からあるんだけど、確かに私あんまり大人になって買わないから、子供たちは知らないかもしれない。チキチキボン大好きで、それのカラムーチョ味食べてみて。今やってるから。と、まあちょっとあのサニタリー系のものと、フォアのゴーグルです。最近お風呂場でちょっと顔をこうつけれるようになってきたので、ゴーグルつけれたら今年の夏プールで顔つけて泳ぐことができるかなと思って、練習させようと思って買ってみました。と、はい、ポークピッツですね。これはもうそっちゃんとコアが大好きなんで、大きい袋を買いました。車の移動中に話してた私のお昼ご飯ね、本当はリンガーハットに行きたいって思ったんですけど、こっち食べたいと思ったので、このレモン風味の醤油の冷やし中華です。これはね、ちょっと今からお昼ご飯に食べようかなと思ってます。せいが今日の夜ホイコーロー食べたいって言われて、なのでキャベツ。マジで高い。本当にキャベツ高い。すっごいちっちゃいのに高い。ホイコーロー作るのが高いなと思いながら、でもなんか約束しちゃったから、人参とか多めで作ろうかなと思って、人参と玉ねぎ、これ新玉ですね。あとはこの水筒にシュッシュッシュッってやっていつも洗ってるんですけど、それの詰め替え用ですね。あとはこのなんていうんですか、あの匂いがするやつ。これはあの寝室に置きたいなと思って買いました。あとはクックともかのおやつ。あとはこのペタってくっつくやつ。これね、何回か買ってるんだけど、違うやつを。でも繊維の力が強すぎて、すぐなんかこことここをくっついてるやつが剥がれちゃって壊れちゃうんですけど、これなんか壊れなさそうだなと思ってこれ買ってみました。ボールも柔らかいし、家で投げて遊んでても安心かなと思ってこれ買ってみました。でその流れでこれも買ってみた。バッとね、これ全部スポンジ。スポンジです。ボールもスポンジです。もうこれは安全。これは家でやられても大丈夫だと思って買いました。あとはこれ私が好きなワッフルドッグですね。中にチーズが入ってるやつで、しかもこれメイプルがついてた。これも今からご飯食べながら食べようかなと思ってます。あとはこれ初めて見た、ドンキ限定の塗って焼いたらまるで焼き芋っていう、パンに塗って焼くと焼き芋らしい、バターみたいな感じだと思う。いや、ママも落ちない。縦になっちゃう。今よりひどいと思うんですよ。多分最初がダメなんだと思う。リボンじゃなくてその前の段階が違うんだと思うよ。はい、あとはホイコーローにピーマン。あとはキュウリがあれば、できた。キュウリがあればどうにかなる。あとバナナですね。バナナを2房。あとは私のヘアオイル。新しく買いました。これ初めてなんですけど、このオイルは。このシリーズは結構使ってるんだけど、この紫は初めて。うん、の青でしょ。もう今オイルがなくなっちゃったからこれにした。はい、で今日の夕飯のメイン、こちらの引
ひき肉ですね、豚ひき、その車の動画を見てくれてる方は今日何の夕飯かは知ってると思うんですけど、シューマイにしようと思って、そのセイがホイコーローを食べたいって言ったから、ホイコーローと何にしようかなって思った時に、シューマイかなと思ってシューマイにします。なのでシューマイの皮を2袋買いました。60個作ります。今日はシューマイです。あ、チキチキも食べてみて。これのカラムーチョ版。あとは、無臭だの、これとこれ。2種類買いました。衣替えしたりとかしてて、ちょっとやっぱ匂いが気になっちゃって、クローゼットの。ずっと買いたいなと思ってたんだけど、買いに行けなくて、やっと買えた。ちょっとどっちの匂いがいいかがね、ちょっと試してみる。アイちゃん CM。あ、そうそう、アイちゃん CM してるやつ。ぜひ。お肉ですね。こちらのホイコーロー用のお肉と、明日チキンカレーしようかなと思って、とりあえずはい、ドンキといえばの大盛りの鶏肉を買いました。あとはこのトイレのシューするやつ2本、あとはヤクルト、この次亜塩素の除菌ですね。基本的に私掃除するときはどこもかしこも割と床もテーブルも窓とか取っ手とか手すりとか全部これで拭いちゃってます。金具とかやるとね、結構なんか物によって錆びちゃったりするかなみたいな感じあるんですけど、大丈夫なところその割と全体的にこれでいっちゃう。リップクリームとこのビオレの汗拭きシート、大判型の石鹸の香り、初めて買ったんですけど気になって、あの輪に見られたくなかったんで、これ。あ、もうアンドハニーのクレンジング、じゃあそれ使ってね。ちゃんと毛穴黒ずみだからどう、別にチキンボールってこれがね、そうだ、手洗ってから。バーム、これ気になって買ってみた。ちょっと高かったの、2400円ぐらいしたんですけど、クレンジングがやっぱり一番さ大事っていうから買ってみた。おいしい、辛味チキン絶対おいしいよ。あとは酔い止めですね。このこれからの時期、セイとかトラはバスに乗って移動教室に行ったりもするし、ノアもねめっちゃ酔うから、車酔いとかすごいひどくて、ノアはそうね、船酔う人もいれば、でも船もまあパパがちゃんと波がないとこ行ってくれてるからだけど、酔いやすい体質なので、ボンボン飲める、ボンボン食べていいよそれで。一応この5歳、コアから飲めるやつと11歳空からも飲めるタイプ、2種類買ってあります。最後ですね、こちらの花火です。なんか花火もめっちゃいろんな種類出てたんですけど、なんか高かって、これが500円ぐらいで一番安かったの、もう十分かなと思ってとりあえず1個買いました。もうちょっと夏近くなったらいろいろね行ったりする予定もあるっちゃあるので、そのタイミングでちょっと花火は改めて買いに行こうかなと思って、とりあえず安いやつを買いました。とりあえず以上かな。購入品はもうちょっとしたらコウのお迎えがあるの で、私ご飯食べてなかったので、これを今から食べてみようかなと思います。なので今日の私のお昼ご飯はこれとこれ、これ大好きなんです私。多分これのこのめっちゃ長いのあったら絶対買っちゃう。ずっとこれでもいいぐらい大好きです。これ、これとこれを今から食べます。そしてしまえるものはしまっていき、コアのお迎えしてから、今日夕方から中学校の説明会、その移動教室の説明会に行かなきゃいけなかったりとかっていうのがあるので、どこで夕飯を作ろうかなっていう感じなんですけど、ホイコーローがすぐできるし、シューマイも食べる前にちょっと突っ込んじゃえばいいかなと思って、できるタイミングで夕飯を作りつつ、とりあえず先にお昼ご飯食べてコアをお迎えしてくるっていう感じになるかなと思います。とりあえずしまいます。これをしまいます。一旦聞こえない。ゆるい三つ編み。あ、ゆるアルミがなかった。普通に下ろしていって途中で結んでもいいんじゃない。
三つ編みって言ってます、何回も。好み。自分の。とりあえずバナナにアルミをして保存します。コアのおしぼり。もうお弁当食べ終わってるよ。今日ね、コアがね、保育園で遠足だったんです。この持ち物の中に一つで、このおしぼり、濡れたタオルを入れていかなきゃいけなかったんですけど。忘れてる。もう食べ終わってる時間。しょうがない。ごめん。ボンボン食べないよ。ボンボンうまいね。でも普通のボンボンは知らないんでしょ？うん。宣伝します。最近はこのボンボンよりシャインマスカットボンボンを食べたい。いや、だって食べてなかった。あれは違うの。飴。飴。飴じゃない。違う。私の冷やし中華の具材は、きゅうりとカニカマです。夕飯いらない？もしかして。え、何？出た出た。もう夕飯。何時？7時。冷め切ったシュウマイだったらある。でもあったら食べる。もう帰ってきて9時にシュウマイふかすのは無理。きゅうりそんなきゅうり食べる。きゅうりあれば割と野菜は。きゅうりって栄養ないんだよ。知ってる。ないんだよね。ほぼ水分らしい。なんか言うよね、うん、食べないよりはいいでしょ。どうやって嫌いな野菜あるの？パクチー。ああ、だいぶまあも食べれるようになって。うん、やっぱトマトは無理。調理法によってじゃん。好んでナポリタンとかミートソース食べる。トマトはマジ誰も食べないね。そっちゃんがちょっとまあなんか食べれて。めっちゃ自慢してるさ。そう。ちょっと食べれるから。その後せいやが食べれないから。すごい自慢するね。お前そんなのも食べれないの？俺食べれるしっつって。大して好きではないんだけど、食べれなくないから目の前でめっちゃ食べるんだよね。それでラップしてる。トマト、お前も食えるんだ。そうそう、上手だったよね。最近セイがラップにハマってて、トマトをお題にしてセイとかみんなでラップを作ってたんだよね。その時にセイがいろんな多分トマトのお題に沿ってラップを作ったんだけど、まさかのコアがポロって言ったラップがめっちゃうまいじゃんみたいになって、そうトマトお前は食えないっていうラップをコアが急に自分で考えて言い出して、おもろいやんみたいな。セイがほんと最近ずっとラップ、会話がラップ、全部そういう時期らしい。セイの友達みんなラップバトルしてる。ねえ、みんなラップしてるよ。いつも手ついてる。全員こうね。めっちゃ気持ちいい。何分よこれ。1分半ぐらいだっけ。1分半数えて。待って、はい、1、2分約2分。何？ゴム持ってって途中から三つ編みすればいいんだよ。三つ編みしていくの？うん。よく？自分でした方が向きがいいよ、多分。自分の向きってあるじゃん。私の面ができました。締めさせて。面を締めさせて。娘の髪の毛触った後に手で洗ってるんだけど。手洗うでしょ、だって食べるもん触るんだから。はい、麺が至りまして、私の冷やし中華の具、きゅうり丸々1本とカニカマ。マジでこんなもん。ただちょっと本当に今日の今のこの動画は、前にアップされてるその車の動画を見てもらってから絶対見た方がいいと思う。その車の動画を見てからこれを見ればなんとなく全部辻褄が合ってます。はい、食べよう。フォーの時間もあるので急いで食べます。よいしょ。マジでもうご飯食べたら迎えに行って夕飯作るのか、もうそのまま学校に行くのかっていう感じなんですけど、レモン風味の冷やし中華を食べます。いただきます。うん、何？何？そうだよ、一人で喋ってるよ。なんで？いつも一人で。ちょっとバカにされたやん。
本当だよね、さっきのその車も一人だからね。やばい、タレもうちょっと欲しい。キュウリが多すぎた。冷やし中華のタレがないんだけど、ポン酢じゃやばいかな。車から見てくれてる方はもう知ってると思うんですけど、スタバもあります。味がさ薄いんだけどさ、ポン酢でいいかな、ダメかな、ポン酢ってちょっと違うかな。冷やし中華のタレっていうボトル買った気がするんですけど、見つけ出せなかった。なんで私これだけ持ってきたんだ、今ここにさチキチキボーンを入れて持ってこようと思ったのに。カラムーチョのチキチキボーン食べます。うんふん、これとキュウリいいんじゃない。うんふん、カラムーチョだ、辛さがカラムーチョできた。うん、ラー油入れます。分かった。お酢だ。お酢入れます。もうお酢が好きすぎてさ、めっちゃでっかいボトルがすぐになくなる。お酢とラー油がマジで最近ドハマり中で、何にでもかけちゃうぐらいハマってます。うん。でも学校行く前に夜ご飯だけやっちゃいたいな。今気づいたんだけど、めっちゃでっかいナスがなってる。うちのナスのプランターね、あのナスちょっと切ってきて、取ってあげるよ。ギャルがナスを切る瞬間。どこ、ね、根元、収穫。綺麗、めっちゃ綺麗やん。傷一つないし、綺麗綺麗。はい、ナスが収穫できました。もうちょい置けたかな。でもまあまあいいでしょう。とりあえず午前中は本当に、あの車でも言ったんですけど、久しぶりに本当に一人時間だったんです。一人時間をとりあえずその車車内で動画撮ってみたりとか、あとまあ購入品動画撮ってみたり、その前はね、あのコアの今日が遠足だったからお弁当を作ったりとかしてるんですけど、それがちょっとこう3つに今分かれてるんですけど、動画が。でも私の見方によっちゃ、私の本当1日をずっと今撮ってる感じになっちゃってる。結構動画で1日の自分を撮ったりとかしてるんですけど、1日の動画を撮ったとしてもすっごいやっぱ長くなっちゃうから、ところどころしか撮れてなくって、1日っちゃ1日なんだけど、もうざっくりとした1日なんですよね。今なんかちょっと今日に関しては朝と午前と昼に今分かれて撮って見てるんですけど、昼過ぎちゃったけどね。今こういう動画もありかなって思ってちょっとやってみてます、っていう感じで。私がこうやってカメラに向かってこうやって一人で喋ってたら、ノアに一人でそうやってずっといつも喋ってんのって言われて、一人じゃないんです、みんなと喋ってんの。大丈夫、コアが帰ってくるから。今からコアをお迎えするから。一人はない。ママがこれで怖がりとかないし、ママ超一人で寂しいんだけどって言ったら行かないで言ってくれんの。ここまで準備してたんだけど。じゃあ一緒に行ってもいいって言ったら、夜までゲーセンはいらんない。行ってらっしゃい、お気をつけて。完全なる一人です。ちょっとの間完全なる一人です。また今日久しぶりの休みっちゃ休みだし、土日は休みがあったりするんですけど、まあ子供たちがいるから仕事自体は休みでも、やっぱやることいっぱいあったり騒がしかったりとかしてて、平日のもうまるまる何もないっていう、子供たちもいないしその仕事もないみたいな日が本当に久しぶりだったから、どうしていいか分かんなくて、私も寂しいし何していいか分かんないし、動画を回そうと思って回してるんですよ今日朝からずっと。本当に多分バッシーからしたら休みなって思ってると思う。まあバッシーからしたらっていうか、見てくださってる皆さんも多分めっちゃ言われると思うんですけど、もう休みだよって思うんですけど、でも無理なんです。私多分今日じゃあお昼過ぎこの時間まで人本当に一人ぼっち何もしないって決めたとして、何もしなかったら余計具合悪くなっちゃいそうで、だらだら過ごせないから、だったらもうカメラを回すか、なんかできないかなみたいな感じ
なんですよね。で、まあ、美容院も行きたいなと思ったんですけど、美容院に関してはこの間自分でも染めちゃって、マッサージはまあ予約が取れないし、ネイルもでもやっちゃってるし、自分で。あと何と思って。で、買い物行くにしても、時間は微妙なんですよ。コアのお迎えまでに、私が買い物行って帰ってこれる自信もなかった。ってなると、何しようと思って。で、そういう日に限って割と部屋も散らかってないから、すごいやばいってほどでもなくって、気合い入れて掃除しようっていう感じの状態でもなくて、洗濯も終わっちゃってるし、どうしようみたいな感じでずっとカメラ回しちゃってるんですよ。でも別に私これ仕事と思ってないし、ただただ本当に私の趣味、本当になんか私の時間、なんていうの、もう私の息抜きだと思ってやってるから、全然本当に住んだ方がいいよってすごい言われちゃいがちなんですけど、私の休日がこれなんですよ。こうやってみんなと一緒に時間を共に過ごせてるっていうのが私の一番のリフレッシュ。マジで本当にそれ。友達とどっかとか思うんですけど、平日の昼間友達みんな仕事してるし、意外と予定合わなかったりするわけですよ。もうここまで大人になると。私のママ友ってなっても、もうママ友は子育てしてるっていうか、もう大きくなっちゃってるから、ほんと仕事しちゃってて。ちっちゃい子がいるね、お母さんとかだったら、まだわりかし家にいたりとかもするのかもしれないんですけど、うちの周りはもうみんな仕事しちゃってるので、平日の昼間はなかなか会えないんですよね。ってなると、どっか友達とご飯っていうこともなく、今日みたいな感じが多いかな。でも私は一番好きな時間よ、この時間が。私の一人時間だし、私のこのコミュニケーションの場でもあるから、本当にみんなに感謝です。これも食べてみよう。でもマジでもうすぐ行かなきゃいけない。すごくない？メープルシロップもしっかり入ってる。マジで好きなのこれ。大好き。なかなかね、こうやってメープルシロップがついてるのないんですけど、つけていただきます。うん、おいしい。昔から変わらないし、どこで買っても一緒じゃない？これって店では全然味が違うっていう印象全くなくって、どこで買っても同じなの、味が。そこがまたいいよね。ここのこれどうなんだろうっていうさ、心配があまりない。あまりないっていうか全然ない。全部一緒に美味しい。うまい。これにはコーヒーですね。マジでさ、幸せ。この時間が最高の幸せだと思う。小鳥の鳴き声とか聞こえちゃってさ、幸せよね。今さ、私さ、朝、午前、昼で撮ってるじゃん。これはね、またパソコンに入れてね、全部こうやんなきゃいけないわけですよ。その作業がさーって思うじゃん。嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないの。変なのかな。いや、でもいると思うよ。洗濯するまでは好きだけど、洗濯を畳むの嫌いなんですね。この YouTube に関しては撮るのも好きだし、その動画を入れて、私今まだあらへんぐらいまでして、スタッフさんに送るんですけど、もうその作業も全然好きだし、動画の整理するのも好きだし、動画のチェックするのも好きだし、全然苦じゃなくできてるんだよね。まあたまにね、もちろんね、いろいろお仕事でやらせてもらってるから、締め切りとかもあるわけですよ、YouTube って。終われるみたいなこともあったりとかもあるのね。だからそういう時は結構、キャパオーバー。することも多々あるし、大変だなって思うこともあるんですけど、それはどの仕事も一緒だと思うし、今は自分が好きなやりがいのある仕事ができてるのはマジでありがたいなと思って。今週の土曜日がそっちゃんの運動会で、来週の土曜日がせいの運動会。もう運動会続きなんですけど、体調壊さないようにしないといけないなと思って、もうしっかり食べて、しっかり寝て、体調万全にしてもらわないとね、いけないから、私はしっかりご飯を作ったりだとか、子供たちの体調管理、なるべくケアできたらなって思ってます。購入品からも昼ご飯のしゃべる辻行っちゃったんですけど、気づけばもう、1時間回ってるので。もうね、ずっと回しちゃうので、回ってたらずっと喋っちゃうんですよ。やばいから、コアのお迎えもあるので、あと15分ぐらいしたらですね、コア食べ終わり、動画のチェックをしなきゃいけなくて、急ぎでそれやって、今日撮った動画をパソコンに移動させて、なんだかんだしてお迎えの時間になるかなと思います。美味しかった。お腹いっぱい。
ご飯作るのやだ。さっきと言ってること矛盾してるけど、お腹いっぱいになっちゃうと作るのがさ、だるいよね。今日の夕飯は何度も言いますが、ホイコーローとシューマイ、あとなんか1個サラダかなんかできたらなって思ってます。回せたらこの後も回したいぐらいな気持ちなんですけど、バタバタしてる時ってマジで取れないんですよ。本当にバタバタしてる時は取れないの。取ったら取りたいなっていう気持ちはあるんですけど、一旦今日3本取り終わりましたので、この動画を整理したりしますね。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私はですね、ブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルト、そしてカラコントリーティーですね、発売になりまして、私今つけてるのが生チョコをつけております。 YouTube 撮ってたりとか SNS とかで、私が結構トリーティのタピオカをつけてることがすごく多い印象だと思うんですけど、仕事だったり盛りたいなみたいな時はタピオカが多いんですけど、割とこういう本当何にもない日だったりとかは生チョコだったりとか馬刺しだったりとか、ごまプリンとかをつけますね。で、肉じゃがとタピオカが結構はっきりとした瞳になるので、その辺をつけたりするんですけど、で、しめそばはもう基本的にノアですね。しめそばと馬刺しが多いかな、ノアは。私は今生チョコをつけてるんですけど、ぜひ気になった方はですね、私の概要欄からサイトに飛べるようにしておくので、そちらチェック、もしくはドンキホーテも、場所によってだと思うんですけど、そのドンキホーテでも買うことができるので、ぜひ足を運んでみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。